はい、どうも、バタデン2100です。今回は、改造ビートレを久しぶりに紹介します。今回はこちら。はい。1バタ電車1000系です。このビートレは結構前にもう完成してたんですけど、動画を撮るのをすっかり忘れてました。で、まあ、改造種車はこちらのね、東急1000系と東急1000系1500番台のこの中間車ですね。中間車2両がちょうど余るので作りました。で、まあこのね、乗務員扉をつけて、あとこの前面は妻板から新しく作りました。改造して。で、スカートも作ったものです。ちょっと貧弱になっちゃいました。で、まあちょっとね、雑に作っちゃったんで、ちょっと似てないかなって感じはするんですけど、まあ、雰囲気的には大丈夫だと思います。で、この一畑のシールとか、このロゴじゃねえや、社紋は、自分で作ったやつで、この ナンバープレートは最初からついてたものを貼ってます。で、まあ、下回りとかは全然改造してないです。で、つま面は実車同様銀色を残しています。はい。次、こっちですね。デハ1001。こっちがクハ1101で、こっちがデハ1001です。こっちも改造内容は一緒です。ここのね、乗務員扉はちょっと無理やりなんですけど、なんか微妙だな。で、前もこれと一緒ですね。あ、で、このなんだっけ。このガラスのとこにあるこの銀の線のとこは、シール、オレンジ色のシールを貼って、再現してます。で、こちらもつま面は銀色のまま。で、屋根は1500番台の中間車のものです。ダブルパンタですね。はい。おりゃ、あれ刺さらん。はい、こんな感じです。こうやってね、見るとまあまあないい感じかなと思います。今回はこちらの改造ビートレ一畑電車1000系を紹介しました。それではさようなら。